クラノー・ナルミは、日本のアイドル、YouTuber であり、女性アイドルグループ AKB48 チーム8、熊本県代表、および AKB48 チーム系のメンバーである。愛称は、なる。熊本県出身。株式会社 DH 所属。小学生の頃はモデルになるのが夢で、スカウトを受けたこともあった。中学1年の時に、 HKT48 のファンの友人に影響されて、AKB48 グループに興味を持ち始め、オーディションを受けることになる。2013年に、HKT48 第3期生オーディションにおいて、仮研究生となるも、セレクション審査前にキッズモデルとしての仕事が入った、ため辞退した。2014年、AKB48 チーム8全国、一斉オーディションに、 熊本県代表として合格。2016年5月から6月にかけて実施された AKB4845 シングル選抜総選挙では34位で、選抜総選挙にチーム8からは坂口渚と共に初めてランクインし、ネクストガールズに選出された。2017年1月14日に自身初のソロコンサート新春チーム8祭り クラノオナルメのランを東京ドームシティ・ホールで開催した。同年5月から6月にかけて実施された AKB484 ナインスシングル選抜総選挙では30位でアンダー・ガールズに選出された。2018年3月14日発売の AKB48 では51枚目のシングルとなるジャーバージャーでシングル表題曲における初選抜となる。2019年 出身県である、熊本県の阿蘇郡南阿蘇村が、熊本自身からの復興を目指すプロジェクトである、熊本県南阿蘇村大応援プロジェクトを展開することとなり、同年7月17日付で、倉能が南阿蘇村観光 PR 大使に就任した。今後は特設サイトなどで南阿蘇村を PR していくことが発表されている。2021年2月28日に、 YouTube の個人チャンネル、なるチャンネルを開設。2020年1月21日に行われた AKB48 単独コンサートにおいて個人チャンネルを開設することが発表されていた。2021年8月1日、新型コロナウイルスに感染していることが判明し、療養、8月10日に活動再開を発表した。キャッチフレーズは、みんなと一緒に笑顔になるなる。 三姉妹の次女。負けず嫌いな性格であり、チーム8の中では、誰にも負けたくないという思いが一番強いという、認識を持っている。また、完璧主義者を辞任している。特技は、剣玉、一輪車。ここが、ロドスだ、ここで飛べ。二、収録、0と1の間に、収録、僕たちは、あの日の夜明けを知っているに収録チーム8。 パーティーが始まるよ公演チーム8、会いたかった公演、サムネイル公演小宮山チーム K、リセット公演、夕朝順次、その雫は未来へとつながる虹になる。公演、僕の夏が始まる公演 ABC なるチャンネル、倉能なるみ、YouTube 始めました。YouTube2021 年7月28日、閲覧、AKB48、公式、お知らせ、 AKB48 グループメンバー単独 YouTube チャンネル解説。YouTube 2021年7月28日、閲覧。なるチャンネル実は私、真ん中っ子です。YouTube 2021年7月28日、閲覧。ありがとうございます。